5月14日月曜日です。 FM916AM1134 ラジコラジコプレミアムで今日もお仕事中の方、病気ご療養中の方、どうぞお付き合いください。文化放送国丸ジャパン極みです。おはようございます、野村国丸です。おはようございます、鈴木純子です。月曜日のコメンテーターは大谷昭弘さんです。おはようございます。おはようございます、よろしくお願いします。今日はいいお天気ですね。はい、今日は最高気温都心28度まで上がる見込みで、昨日より7度高く7月上旬並み、各地7月並みお気温です。なんか朝方ずいぶん霧がかかってましたね。はい、ちょっとびっくりしました。そうですね、濃霧注意報が千葉県茨城県には出ていますけれどもね。はい、そうですか。これしばらくこのお天気は続くんですか。そうですね、今週は水曜日木曜日が暑さのピークになりそうで、都心は28度29度ぐらいですけれども、内陸部前橋熊谷では30度を超える、あらあら、真夏日になりそうです。あらあらあら、ずいぶん極端ですね。もう大丈夫、冬物は。冬物も大丈夫だと思います。大丈夫、一旦あの週末お天気が崩れても23度前後の予定。あ、大丈夫だね。はい、はい、さてあの1987年ですから、今からもうかれこれ、20年どこじゃないのか、はい、30年前かに、これもう大ヒットしました。280万部のベストセラーとなった歌集があります。サラダ記念日という田原町さんがお書きになったね、これずいぶん話題になりました。はい、でそんなのサラダ記念日、その元になったのが、はい、この味がいいねと君が言ったから、7月6日はサラダ記念日という一世を風靡したんですよね。本当に TBS の番組に田原町さんが出演された際に、あれはサラダではないという驚愕の事実が30年後にこれ、サラダ記念日のサラダというのは、田原町さんが言うにはですね、おっしゃるには、野球を見に行って、その時私がお弁当を作っていったんですね。普通の唐揚げじゃつまんないなと思ってカレー味にしたら、一緒に行ったボーイフレンドはすごい気に入ってくれて、よかった、受けた、喜んでくれた、じゃあ今日は記念日だなと。で、唐揚げがサラダに変わった理由については、唐揚げとかではヘビーすぎるし、メインが美味しいよりサブが美味しい方がより記念日にすることに意義があるんじゃないかと、ささやかなものが美味しい、でもそう言ってくれたことは記念日になるって方がより効果がある、よくわかんないですね。でサラダ記念日、うん、まああの単価バカですからね、まあもう別にどうしてもそれはから嘘つきっていうわけじゃないわけですよ。どうしてくれんだっていう大騒ぎになることではない。うん、まあ唐揚げは批判かもしれないですけどね。ちょっとね、カレー味の唐揚げは彼は喜んだんですね。ね、あの以前ね、田原松さん、真由住まとかさんの番組にいらした時にちらっとそのようなことはおっしゃってたんですよ。あ、でもその創作の世界ですから別にいいんだけどもっていう、今になってまたこうね、ずっと思ってたんじゃないですか。でしょうね、あれは唐揚げなのに、ね、今それ聞いて何だと思った人もいるかもしれませんけどね。ですよね、でもまあ、まあ、あの我々の生活を左右するような大きな出来事であることはないわけで、でやっぱりサラダの方が似合う方と思いますよね、田原町さんの、イメージからすると。で2014年にこんなテーマでリスナーの皆様からメッセージをいただいております。ほにゃららだと思っていたものが実はほにゃららではなかったっていうのをやってるんですね。やってるんだ。そうですか。ほにゃららだと思ってたものは実はほにゃららじゃなかったという、2010年7月、はい、にやってるんですね。なんでそれやったのか全く覚えてないんですけども、ちょうどその頃ってあのほら純子さんたちの気象予報士が、はい、梅雨だと思ってたから実は梅雨明けじゃなかったとか、はい、ね、よくありますね、その7月頃って。ありますね、実はあの時まだ梅雨入りしてなかったとか。その辺かな、9月頃になってから。そう、9月に申請されるんですよね。実はあれだったってあるじゃないですか、はいはいはい、あれ7月って見てそうかなと思った。ああ、なるほど。サラダだと思ってたら実は唐揚げだった。まあなんとなく、まあ、それはそれでいい話、いい話かどうかわかりませんけど、そういうことって世の中結構あって、まあ、あの真面目な話しちゃうと偽装工作とかっていうと、ね、書き換えとか改ざんとか、改ざんとか、こうだと思ってたものは実はこうじゃなかった、それが今一国の政府がやってるっていうね、サラダと唐揚げぐらいならいいですけどね。
ね、これ以上出てこなければいいなとは思いますけども、私のあの老婆がですね、子供の頃わからないことにものに対してはアメリカという言葉をつけるのが、おお、あのひもかばうどんとかきしめんとか平打ちのうどんがありますよね。ありますね。あれ昔お惣菜屋さんに行くと一玉いくらで売ってたのを、買ってこいと近く の、 食品店で、はい、国を買ってきてくれって言って、で三玉買ってきた時にあのアメリカうどんっていうお袋が入ってたんですよ。アメリカうどん三玉買ってきなって言って、当時10円でお釣り来るぐらいあったのかな、はい、でその食料品店のあんちゃんって呼ばれてる店員さんも、あいよアメリカうどんねって言って出してくれてたんですけど、ずっと俺、私小学校入ってしばらく経つまでアメリカうどんだと思ってたんですよ。だからまあね、昭和4年の生まれの人ですから、わからないものはみんなアメリカのせいにしちゃう。なるほど。アメリカうどん、アメリカうどんって言ってて、初めて名古屋に行った時にきしめんっていうのが駅のホームに、新幹線今でもありますね、ありますよね、はいはい、あれあアメリカうどんだって言ったら、その塔の袋があれはきしめんだって言ってて、えとんでもないショックを受けた。アメリカうどんは実はきしめんだった。愛だと思っていたものは実は愛ではなかった。しょっちゅうありますよね、そういうの。しょっちゅうある。いやいや、純ちゃん結構愛じゃないですか。え、ね、あるでしょ、そういうの。愛だと思ってたものが実は愛じゃなかった。ちょっと優しくされたら、うん、愛かなって思ってしまう。愛だ、そういうことか。うん、純ちゃんが言ってんのは。そう、あ、ただ向こうちょっとした親切心を純ちゃんは愛だと思う。ただの親切な人だったとか、はいはいはい、あのレディーファーストな人だったとか、はいはいはい、それを私だけにって。ちゃんはそれ陥りがちだよね。まあ私が主人公なので、人生のね、常に主人公なので、常に主人公ですね。でもそっちの方が幸せらしいです。幸せです、幸せです、自分中心、ね、ちょっといいことね、ちょっとこう目があったりすると、俺に惚れてんなと思った方が人生は楽しい。なるほど、まあ実際そうじゃない場合の方が 99.99% あるわけで、ね、でも僕は飛びようですからね。そうです、そうす、私もよく錯覚したもんです、思春期にはね、はい、大人になってからでもある。で大人になってからでも、あの子は俺に惚れてんな、ね、こっちはもう 孫までいるんだろうなと思って、ね、考えたこと楽しいですね、はいはい、ほにゃららだと思っていたものが実はほにゃららではなかった。今日はパート2ということで、はい、ファックスメールお寄せください。ファックスは03-5403-1151、メールは japan@joqr.net、 japan@joqr.net です。今日もメッセージをご紹介した方には、国丸ジャパン極みの番組特製ステッカーをお送りします。メッセージをいただいた方の中からお一人の方には塩釜おでん缶を2個セットでプレゼントします。今朝の鉄道の情報です。首都圏の主な JR 私鉄各線はおおむね平常運転しています。それでは国丸ジャパン極み今日のメニューです。この後すぐは深読みジャパン。今日は愛媛県柳瀬市の名刺公開、新潟小児女児の事件などについて大谷昭弘さんにお話しいただきます。10時5分頃からの極みシアターには、おそらく民放ラジオ初登場、元 NHK アナウンサーの登坂淳一さんをお迎えします。 NHK 時代はマロと呼ばれていたという登坂さん、いろいろお話伺っていきたいと思います。まあ、文化のマロとしても楽しみですよね。あ今すごい発見取られてしまいました。じゃあマロ対決ということで、はい、でもあれですよね、まあ、ちょっと本来は出る番組が決まっていたんですけど、 NHK 時代のスキャンダルなどがあって、はい、まあ、その番組にご出演できなかったわけなんですけども、NHK から民放への転身っていうのは、たくさんそういう方いらっしゃる中で、主に固いニュースをずっと読まれていた、登坂アナウンサーって、7時のニュースとか NHK のニュースって、すごいですよね。あの方は本当、This is NHK って感じのアナウンサーでしたからね。あの人は絶対フリーにならないだろうと思ってたら、そうね、フリーになったんで、えっと思ったんです。びっくりしましたね。その辺何があったんでしょうか、はい、いろんな話を聞いてみたいと思います。民放ならではのね、フリートークをたっぷりと。今でも NHK ってあれですか、時報の前とか、なんか NHK ってやってるんですか。
どうなんでしょう、ね、ラジオでやってる？ラジオは必ず NHK 大阪大地放送とか東京大地放送とか JOAK、はあ、それから時報ですよね。へー、NHK って言ってみてな。言ってみてほしいですね。私車の中でラジオ聞いてること多いんで、ね、そうですか。そうすると、あの、12時のニュースとかよくおっしゃってました。そうですか。ちょっと本物にやってもらいたい。そうです。本物だって、元 NHK になるんだけどね。はい。登、はい、坂淳一さん登場されます。FM916、AM1134 でお送りしています。文化放送、国丸ジャパン極み、午後1時までの生放送です。お知らせの後は、最初のコーナー、深読みジャパンです。9時13分です。文化放送国丸ジャパン極み深読みジャパンです。月曜日のコメンテーターは大谷昭弘さんです。まずはこのニュースからいきます。産経新聞5月11日の記事からです。愛媛県が柳瀬氏の名刺公開、嘘は他人を巻き込むことになると中村知事。愛媛県今治市に新設された学校法人加計学園の獣医学部をめぐり、平成27年4月2日に県職員が首相官邸で柳瀬忠夫元首相秘書官と面会した際に受け取った柳瀬氏の名刺を愛媛県が公開しました。中村時弘知事は11日の記者会見で、嘘は他人を巻き込むことになると改めて柳瀬氏を批判しています。一方、週末に行われた共同通信の世論調査では、柳瀬氏の国会での説明に関しては、納得できないと答えた人は 75.5% に達しています。まあ、愛媛県側から、愛媛県側が、当時の柳瀬秘書官の名刺を持ってるってことはもう前から言われていたんですが、これは今回公開したということです。はいはい、リスナーの皆さんもご記憶にあるかもしれませんが、先週、柳瀬、元秘書官、現在経産省の審議官ですね、柳瀬さんの参考人招致というのを行われまして、はい、衆参両院で与野党の質疑というか質問がありましたけども、加計学園の方と会ったのは記憶しているけども、愛媛県あるいはその関係者と会ったことというのは、記憶にないということで、名刺を持ってないと、はい、で片一方愛媛県の側はちゃんと総理秘書官の名刺あるじゃないかと、うん、日付も押してあるじゃないかと、はい、で括弧して計算と書いてるじゃないかと、そもそもあの総理秘書官たるものが誰かと会ってですね、で向こうに名刺を渡しておきながら相手から名刺をもらわないというと基本的にありえないですよね、うん、まして愛媛とは今治が会いに行ってるわけですから、当然のことながらですね、向こうが出してきたらこっち出さなきゃ大変失礼ですよね、うん、そういうことがまかり通ると思ってるところがですね、まあ本当にあのこの内閣のまあはっきり言って国民はですね、あの柳瀬さん含めて佐賀さん含めて今の政権は嘘つきだというようなイメージをどうしてももう持ってしまうと思うんですね、うん、これから大変なあの外交事案を抱えてるわけですね。北朝鮮の問題があって、6月12日にいよいよトランプさんが会うと。まあ、日本の防衛安全保障の面から言えば大変な時期が差し掛かるときに、国民が 75% 嘘ついてるじゃないかというような政権に任せていいのかということからすると、もうここは完全に疲弊してるなと思うんですね。あの総理官邸の面会記録っていうことに関してはこう記録は残ってないっていうことをおっしゃってますけど、俺はそんなことはだって官邸に行って、要するに官邸側、ですよね、が要するに認めた人間しか基本面会できないわけでしょ。それはあのテロ対策もありますし官邸のセキュリティもあるわけですから、これはあの橋本内閣で総理秘書官をしてた江田健二さんが、質問で、はい、ありえないだろうと、うん、私も総理の秘書官してたけど、うん、あなた総理秘書官失格だと言って、本当にもうあの厳しくですね批判してましたけども、あの官邸は大体今6人秘書官がいますけども、基本的にはまあ財務とか経産から来ますけど、必ず警察庁が入ってるわけですね、で警察庁から来てる秘書官っていうのは将来的には察庁の次長とか長官になるわけで、そういう方たちってのはもちろんあの首相からいろいろなですね問い合わせを受けるんですけど、基本はやっぱり官邸のですね
治安とかセキュリティとか安全ということをかなり気にしてるわけですね。あと今おられる北村茂情報官もですね、やっぱり警察庁から来てる、そういう警察庁から来てる人たちが、もし柳瀬さんが誰とも分からず会ってたとすれば、一日でですね、あんたいい加減してくれと、我々これ何のために来てると思ってんだと、二度とこんなことしたら困るよと言われるはずで、ありえないですね、官邸のシステムから言って、そんな嘘が通るということになったら、当時の秘書官たちは屈辱的ですよ。ですよね。お前ら何やったの、あの時はって話になってですね、全員遡ってですね、失格だと各省庁からエリート出してるんだけど、そんなのかよという話になるわけで、ずいぶん迷惑な話だと思うんですね。ですよね。記録そのものがないっていうこと自体はちょっとこう首かしげちゃうし、おそらく官邸内部でも、おい、これまずいぜっていうことにはなってると思うんですが、これ大谷さん、例えば現在、官邸側が記録ないって言っちゃったら、もう調べようがないんですか、これは。いや、それ調べは出てくると思います。必ず、それこそ、いろんな文書じゃないですけど、必ず記録として残ってますから。電子データが中で残ってるはずですよね。そうです。で、出入りをやっぱり新聞記者も見てますから、そう、当時のことをずっと振り返っていけばですね、相当のことはわかるはずですね。ですから、愛媛の知事がですね、子供の使いじゃないんだよと、県を代表して言ってるんだと、そんなものは実は会ってなかった、目にも止まんなかったっていうんでは、その人たちの立場ないだろうと。立憲民主党の枝野さんが、前の知事とか前の前の知事のですね、門さん呼ぶんであれば、今の知事がこういうこと言ってんだから、今の知事呼ぶのは当たり前でしょうと。なんかわかんないけど、みんな知らなかったのおじさんが出てきてですね、あの時の自由学部大事だったとかっていろいろ言ってますけど、今の知事のですね、こうやって名刺があるんだと、子供の使いんじゃないんだということをどうして国会呼ばないんですか。と思いますよね。まあ、これは世論調査の数字がまあ 75% ですから、信用できない、納得できないっていうのは、4人に3人がもう納得できないっていうふうに思ってる。もう一つ言えるのは、こういうことはあまりにも多すぎちゃって、まあ、これは与野党の国会議員の方々がおっしゃってる政治に対する不信感だ。不信感ってのはもともとすごくあるわけなんで、そこにもう上塗りするように不信感がこうなってくると、政治に対するその不信じゃなくて、もう諦めとか、そうですね。見るのも嫌だっていう、情けなくて嫌だっていう人も増えてくると。あとで出てくる麻生さんのですね、セクハラの、答え方にしてもですね、もう見るのが嫌だと。あの声を聞きたくないという方の方がですね、こと、その善悪じゃなくて、もう生理的に嫌だという方が非常に多いんですね。という今の内閣がですね、いい悪いじゃなくて、皆さん生理的に嫌い始めてるということって、なかなか取り返しつかないわけですよ。嫌いになったものを好きになるっていうのは非常に難しいわけですね。そういう意味では末期的になってきてると思うんですね。まあ、安倍政権もそうなんでしょうけども、ただ怖いなと思うのは、こう政治に対するこの嫌悪感が出てきた時って、往々にして過去の歴史を私は全て紐解いてるわけじゃないけども、強い指導者が出てくると、その人にうわっと言って道を誤るという歴史が過去いっぱいありますもんね。だそういうことにならないように、今現在の粛々と進めてほしいと思うんですけどね。次は未だに解決されてないこのニュースです。新潟市の JR 越後線の線路で小学2年生の女の子の遺体が見つかった殺人死体遺棄事件で、女の子は連れ去られた後、短時間で殺害された可能性が高いことが捜査関係者の話で分かりました。この事件は今月7日の夜、新潟市西区の JR 越後線の線路で、近くに住む小学2年生の大桃たまきさん7歳が遺体で見つかったものです。警察によりますと、大桃さんは7日午後3時ごろ下校し、自宅近くの踏切付近を一人で歩く姿が目撃された後、行方がわからなくなりました。遺体は午後10時半近くになって線路に遺棄されたとみられ、警察はそれまでの数時間、遺体が隠されていたとみて、詳しい経緯を調べています。一部の報道では、この、玉木さんが背負っていたランドセル、本人家族以外の指紋もどうやら出たようだということなんですが、いずれにしましても、この謎の空白の時間、これ大谷さん現場に行かれたということで。木曜日の、金曜日のですね、行ってきまして現場を見てきたんですけど、
まあ、広島とかですね、栃木とか、あるいは奈良とかですね、あの、下校、登校、下校中のですね、あの女の子が、この、拉致されて殺害されると、はい、あの、いろんな現場全部取材してきたんですけど、過去これほどひどい事件はないなって思うんですね。だって殺害してですね、歴弾させるために、その遺体を、7歳の子供の遺体を線路に置くと。たまたまあの、首の部分が歴弾されてなかったもんですから、そこに索条痕がある。それから、首から上が鬱血してると。いうことで、いち早く警察はですね、これは事件性があると。完全にあの、偽装しようと。完全にこう遺体が巻き込まれてしまったとすればですね、ひょっとすると、本当にあの、事件ものだということがなかなか分からなかったかもしれない。これほど卑劣で残虐な犯行はなかったような気がするんですね。許しがたいと思いますね、この事件は。あの、この事件なんですが、今言われてるのはその黒いサングラスの不審者がいた、うんぬんって言われてるんですが、まあこれはあの、メディアに流れていることなんですけど、過去ね、特にここ10年以内のこういう子供が犠牲になる事件って、なんであの人が犯人なのっていう、そうですね、ありましたよね。近くの PTA の、はい、お父さんが。千葉の凛ちゃんの事件ですね。そうですね。もうそうだったし、信じられないっていうこともあるんですけども、はい、今回もその、あまりこう、なんですかね、こう、不審者っていうカテゴリーだけで考えない方がいいんですか、ね、私はもうあの、不審者とか白い車っていうのはメディアのあの、得意技ですけど、一切そういうものに惑わされるなということを言い続けてるんですね。新潟中のサングラスの男を探し出したら30年か40年かかりますよ。かかっちゃうんですよ、これね。新潟中の白い車探してたら100年かかります。で、捜査本部が一番そこをやっちゃいけないことは、そういう飛び込んでくる情報に飛びついちゃいけないと。そういう情報ってのは、2週間経とうと3週間経とうと白い車消えるわけないわけです。今大事なことは、玉城ちゃんがあの幹線道路から寂しい線路沿いの道を歩き出して、どこのとこまでは彼女は健在に歩いてたのか、どっから忽然と姿を消すのか、その地点を割り出すことだと思うんですね。いくらあの、線路沿いの寂しい道とはいえですね、ずっと民家は並んでますし、集合住宅もあるわけですね。で、幹線道路入ってちょっと行ったところに信用組合もあれば、コンビニもあるんですね。皆さんお買い物にも行かれる。3時過ぎといえば、お母さんたちが、あの、子供迎えに行ったり、買い物行ったりする時間。3時7分のここまで私がここで歩いた時に、ピンクの傘差してきた玉木ちゃんとすれ違ったわよ、というのが出て、その3分後には実はいなかった。私行ったけど、誰ともすれ違わなかった。ピンクの傘の子供だからわかりますよ。でも会ってない。本当ですかと。お母さんどこ行ったんですかと。あ、コンビニでこれ買ってきた。あ、じゃあすぐコンビニ調べますと。なるほど。お母さん、3時9分にコンビニついてますよね。ってことは、3時7分にあそこ歩いてた。でも本当に会わなかったんですね。となれば、その2分間にパーンと持ってかれてるわけですよね。それを割り出せば、そこに車があるのか、あるいは周辺の人家の方なのか、今一番やらなきゃいけないのはそこであって、そうすれば、コンビニには防犯カメラありますから、これは2週間ぐらいは残ってますから、あ、本当だ、お母さん、ここ来てますね、コンビニに、というのが割り出せるわけです。それからすると、私は白い車も、サングラスの男も関係なくて、極めて近いところに犯人はいると、いうふうに考えないとおかしいと思うんですね。いわゆる我々が取材するときの、あの、前足、後足というんですけど、玉城ちゃんの前足がどこまで出てるのか、それから、今度は遺体で発見される時の10時29分のあの単線の電車があります。はい、列車が。で、この時に10時半といえば、まだみんなが玉木ちゃん、玉木ちゃんと言って、100人から200人体制で子供を探してたと。なんでその玉木ちゃんの家の近所、すぐ目と鼻先で、そこでみんながまだ探してる、警察官は4人、おもんさんの家に入って、ひょっとしたら誘拐かもしれないから、最終的な対応で、例えば虐待にその措置つけなきゃいけないのかどうなのかって話をしてた。そんな時に目と鼻の先に遺体を置きに行くっていうのは、極めて犯人にとってはリスキーな話ですね。なんでそういうことをしたのかと。その後足の部分。実はあの列車っていうのは、新潟方面行きが11時21分。柏崎方面行きが11時51分まで列車あるんですね。
何も10時半って言ってみんなが探してる時間に遺体置かなくたって目立ちますよ、ね、まだまだ終電まで時間があった、うん、にもかかわらず10時29分に犯人が飛び出してきたということからすると、うん、おそらく家族と一緒に暮らしてる犯人だろうと、はいはい、つまり誰かそこで家に帰ってくる、うん、だから遺体もランドセルも置いとくわけにはいかなかった、うん、だから全部持ってきて置いてった傘だけ持ってくる余裕がなかったと。でもし車の中にバッと連れ込んだとすれば、一般的にはランドセルが落ちるとか傘が落ちるとか靴が落ちるとかって現場に必ず形跡があるんですね、うん、ってことは何にも落ちずに傘もランドセルも一緒に持ってったということからすると、強引に連れ込んだんじゃなくて誘い込んだんでしょうというふうに取るべきだと思うんですね、うん、それを白い車だサングラスの男って言い出してたら捜査とんでもない方に行ってしまう、うん、メディアが書くのは勝手なんですけど、うん、捜査本部はそこをしっかり詰めてったら、うん、私は1週間か10日以内にこう、うん、しっかり上がる事件だと思うんですね、うん、まあ、いずれにしましても田牧さんのこう写真とか見るの正直言ってね、情の部分で、まあ、辛くて見ててかわいそうでしょうがなくて、どんだけ無念だったかっていうことを思うんですけども、さっき大谷さんが触れた栃木の事件、はい、これも DNA 鑑定で結構揉めていたりとかしますけど、はいはい、初動でなかなかこう警察の初動捜査がこうちょっとでも間違ったりするとなかなか迷宮入りしちゃうことが多いということですが、今回は新潟県警の皆さんももう本当におそらくかなり細かい捜査はしてるんでしょうけど、この玉木さんの胸を晴らすためにもこれはもう絶対上げなきゃいけない事件ですし、まあ非常に初動が早かったんですね。もう翌日の午前中から昼にかけては新潟県警が捜査本部作るらしいという話がずっと流れてましたんで、私は犯人検挙と一緒の捜査本部設置になってくれればいいなと思うぐらいの事件だったんですけど、まあ来週ぐらいには犯人検挙の方に接してですね、お話できたらと思うんですけどね、はい、次のニュースです。朝日新聞5月11日の記事からです。セクハラ問題で麻生氏はめられた可能性発言を撤回。財務省の福田純一前事務次官のセクハラ問題で麻生太郎財務大臣は11日午後の衆議院財務金融委員会で、午前中の委員会での福田氏がはめられた可能性は否定できないとした発言を撤回しました。麻生氏は福田氏が辞任した先月24日の記者会見で、はめられて訴えられているんじゃないかとか、ご意見はいっぱいあるなどと発言し、厳しい批判を受けていました。この発言について、11日午前の委員会で現在の認識を正され、よく言われている話で、そういう可能性は否定できない、本当に事実かもしれないと述べていました。これを受け、午後の質疑で共産党の宮本哲氏が発言の撤回を要求し、麻生氏は福田前次官に関してはセクハラ行為はあったという前提に立った処分をしたとして、発言を撤回させていただくと述べました。まあ何言うか言わんやっていうことなんですけども、これは麻生哲学というか麻生美学っていうのがあるんでしょうな。自分は部下を最後までかばうんだ、俺らは最後まであいつらをかばってやるんだっていう、どっかでこうかっこつけてるところもあるのかもしれないけど、物の本質は麻生さん全然分かってねえじゃねえかって。そうですね、逆に言うと内閣の屋台骨と言いながらですね、今見てるとむしろこの政権の足を引っ張ると、あ、潰しにかかってんのかよっていう感じで、たまたまこの発言の云々の時にちょうど安倍総理はフジテレビ出たんですね、はい、で私系列局のニュースやってますんで、はい、フルで見てたんですけども、この質問が出た時に本当に苦々しく言葉には気をつけなきゃいけないと突き放すみたいに安倍さんおっしゃってたんですね。ああもう相当ですね、この方には足引っ張られてるなという思いをですね強くしてるような感じのですね、全然かばう気なくて言葉は慎重じゃなきゃいけないですって言ってですね切って捨てたんですね。とやっぱり麻生さん自身が暴走してるんじゃないかと。そもそもはめられたというんであれば、福田さんを処分した当該責任者は麻生さんですよね、とはめられたと思ってるにもかかわらずあなたは人の首切ったのかと
いうことになれば、しきりにおっしゃってる人権もある、人権があると。一番人権無視したのは誰だよと。やってもらえたやつを切ったのか、あんたはと。いう話になるわけで、そこら辺のところはもう、なんかはちゃめちゃというかですね、論理破綻してるんですね。やっぱこの内閣、本当に末期的症状だと思いますね。ですね。最後は、とうとうこの日が来たよというニュースです。アメリカのトランプ政権は、イスラエル建国70年となる今日、現地のアメリカ大使館を商業都市のテルアビブからエルサレムに移転します。去年12月にエルサレムをイスラエルの首都と正式に認定したことに伴う措置で、首都認定に続き、歴代アメリカ政権の中東政策からの抜本的な転換となります。一方、東エルサレムを将来の独立国家の首都と位置づけるパレスチナは、首都認定と大使館の移転に猛反発しています。アメリカって国は、そのイスラエルに、まあ、今までアメリカ合衆国大使館をテルアビブという商業都市に置いていて、はい、でエルサレムに移しますよってことは言ってたんだけど、実際にずっと歴代言ってたけど、実際にはオバマ政権も何も必ず出るんですけども、本当はやらないと、口では必ずですね、あっちが本当なんだって言ってるわけですけど、そうやるとやらない大きな違いだと思うんですね。やっぱりトランプさん中間選挙にらんでですね、どうしても自分の支持母体の方々に、あ、こんなことやるんだと、まあ、日本のあの鉄鋼アルミニウムも一緒だと思うんですね。どうやってですね、その支持母体にあの自分の方を振り向いてもらおうかと、あの日本はこれについてはうちは同調しませんとは言ってるんですけども、これほどですね、ドナルド心臓の中であれば、そこに火種を持っていっちゃいけないんじゃないかと。特にあのイラン合意から抜けたことも含めてですね、はい、なぜそういう中東がですね、より不安定になるのかということになってくると、あの北朝鮮の問題もですね、結果的にはあの3人の解放を含めて、トランプさん自分のディールですかと。結局は支持母体、こっちを向いてもらって中間選挙をなんとか乗り越えたいというだけのことですかと。そうなれば日本だってうっかりついていくわけにはいきませんというぐらいの姿勢を示さないと、ちょっと危ない火種を巻きすぎているような気がするんですね。まあ、あのティラーソンさんという、まあ、はい、石油会社出身の方の首を、ね、切って新しい国務長官は、はい、前 CIA 長官で現在新長官になりました、まあ、ポンペオさん高派の方で固めたですね、はい、こうなってくると、あの本当に中東が危ないよ今年はっていう予測を随分されている世界中の方が多いということを聞いてますけども、このトランプさんの火種がどんどんこう行くことによって、好転すればいいですよ、好転すればいいんですけども、シリアの問題もあるし、イランだってふざけんなと思ってるかもしれないし、 そしてあのイランとそれからイスラエルの関係がより悪化して、まあイスラエルからすると、まあ特にイランがね、イスラエルという国を打倒するんだっていうのは国前にしてる国です。ですから、そこにこうトランプさんが、どれ、俺入って何とかすんだっていうことになっちゃって、あんた責任取れんの？そうですね。そうすると、あの、金曜日のコメンテーターで、あの、はい、東京新聞に、あのコラムを書き込んで佐藤優さんが先週は、結局中東をごたごたさせてそっちの方が大変なことになって、北朝鮮の核はそのまんま打ちさえ飛んでこなきゃいいというところで、核手放さないまま落ち着くんじゃないかというふうにコラムに書いておられましたけど、結果これだけですね、イランだイスラエルだエルサレムだってことをやってるとですね、佐藤さんおっしゃる通り、あっちに大あらわで、こっちはとにかく使うなよと、飛ばすなよで収まってしまうのかという不安があるわけで、ここは日本政府が、そりゃ違うでしょうと、我々は東アジアの安定のことを言ってるんだという声を上げなきゃいけないと思うんですね。ですよね。ああ、もう、ねえ、もう、ああ、もう、ちょっとじっとしていようよって思う、言いたくなっちゃう。本当になりないと思ってたけど、実はなりないんではなかったと。まさにそうですよね。ですよ。はい。月曜日の福山ジャパン、コメンテーターは大谷昭弘さんでした。来週もよろしくお願いいたします。失礼しました。振り返っていけばですね、相当のことは分かるはずですね。ですから、あの、愛媛の知事がですね、子供の使いじゃないんだよと、県を代表して言ってるんだと、そんなものは実は合ってなかった、目にも止まんなかったっていうんでは、その人たちの立場ないだろうと。で、あの、立憲民主党の枝野さんが、前の知事とか前の前の知事のですね、門さん呼ぶんであれば、
今の知事がこういうこと言ってんだから、うん、今の知事呼ぶのは当たり前でしょうと。そうですね。なんかわかんないけど、みんな知らなかったのおじさんが出てきてですね、あの時の自由学部大事だったとかっていろいろ言ってますけど、うん、今の知事のですね、こうやって名刺があるんだと、子供の使いんじゃないんだと、いうこと、どうして国会呼ばないんですか、うん、と思いますよね。まあ、これは世論調査の数字がまあ 75% ですから、信用できない、納得できないっていうのは、4人に3人がもう納得できないっていうふうに思ってる。でもう一つ言えるのは、こういうことは、あまりにも多すぎちゃって、まあ、これは与野党の国会議員の方々がおっしゃってる政治に対する不信感だ。不信感ってのはもともとすごくあるわけなんで、そこにもう上塗りするように不信感がこうなってくると、政治に対するその不信じゃなくて、もう諦めとか、そうですね。見るのも嫌だっていう、情けなくて嫌だっていう人も増えてくると、あとで出てくる麻生さんのですね、セクハラの、答え方にしてもですね、もう見るのが嫌だと。あの声を聞きたくないという方の方がですね、こと、うん、のその善悪じゃなくて、うん、もう生理的に嫌だという方が非常に多いんですね。うん、という今の内閣がですね、いい悪いじゃなくて、皆さん生理的に嫌い始めてるということってなかなか取り返しつかないわけですよ。うん、嫌いになったものを好きになるってのは非常に難しいわけですね。そういう意味では末期的になってきてると思うんですね。まあ、安倍政権もそうなんでしょうけども、ただ、怖いなと思うのは、政治に対するこの嫌悪感が出てきたときって、往々にして過去の歴史を私は全て紐解いてるわけじゃないけども、強い指導者が出てくると、その人にうわっと言って道を誤るという歴史が過去いっぱいありますもんね。だそういうことにならないように、今現在の、粛々と進めてほしいと思うんですけどね。次は、未だに解決されてないこのニュースです。新潟市の JR 越後線の線路で小学2年生の女の子の遺体が見つかった殺人死体遺棄事件で、女の子は連れ去られた後短時間で殺害された可能性が高いことが捜査関係者の話で分かりました。この事件は今月7日の夜、新潟市西区の JR 越後線の線路で近くに住む小学2年生の大桃たまきさん7歳が遺体で見つかったものです。警察によりますと、大桃さんは7日午後3時ごろ下校し、自宅近くの踏切付近を一人で歩く姿が目撃された後、行方がわからなくなりました。遺体は午後10時半近くになって線路に遺棄されたとみられ、警察はそれまでの数時間、遺体が隠されていたとみて、詳しい経緯を調べています。一部の報道では、この、玉木さんが背負っていたランドセル、本人家族以外の指紋もどうやら出たようだということなんですが、いずれにしましても、この謎の空白の時間、これ大谷さん現場に行かれたということで。木曜日の、はい、金曜日のですね、行ってきまして現場を見てきたんですけど、広島とかですね、栃木とかあるいは奈良とかですね、登校下校中のですね、あの女の子がこの拉致されて殺害されると、はい、いろんな現場全部取材してきたんですけど、過去これほどひどい事件はないなって思うんですね。だって殺害してですね、歴弾させるためにその遺体を、7歳の子供の遺体を線路に置くと、たまたま首の部分が歴断されてなかったもんですから、そこに索条痕がある、それから首から上が鬱血しているということで、いち早く警察はですね、これは事件性があると、完全に偽装しようと、完全にこう遺体が巻き込まれてしまったとすればですね、ひょっとすると本当に事件ものだということがなかなか分からなかったかもしれない。これほど卑劣で残虐な犯行はなかったような気がするんですね。許しがたいと思いますね、この事件は。この事件なんですが、今言われてるのはその黒いサングラスの不審者がいた、うんぬんって言われてるんですが、まあこれはメディアに流れていることなんですけど、過去ね、特にここ10年以内のこういう子供が犠牲になる事件って、なんであの人が犯人なのっていう、そうですね、ありましたよね。近くの PTA の、はい、お父さんが。千葉の凛ちゃんの事件ですね。そうですね。もうそうだったし、信じられないっていうこともあるんですけども、はい、今回もあまりなんですかね、
不審者っていうカテゴリーだけで考えない方がいいんですか、ね、私はもう不審者とか白い車ってなんかメディアの得意技ですけど、一切そういうものに惑わされるなと、いうことを言い続けてるんですね。新潟中のサングラスの男を探し出したら30年か40年かかりますよ。かかっちゃうんですよ、これね。新潟中の白い車探してたら100年かかります、はい。で、捜査本部が一番そこをやっちゃいけないことは、そういう飛び込んでくる情報に飛びついちゃいけないと。そういう情報ってのは、2週間経とうと3週間経とうと白い車消えるわけないわけです。今大事なことは、玉城ちゃんが、幹線道路から寂しい線路沿いの道を歩き出して、どこのとこまでは彼女は健在に歩いてたのか、どっから忽然と姿を消すのか、その地点を割り出すことだと思うんですね。いくら線路沿いの寂しい道とはいえですね、ずっと民家は並んでますし、集合住宅もあるわけですね。で、幹線道路入ってちょっと行ったところに信用組合もあれば、コンビニもあるんですね。皆さんお買い物にも行かれる。3時過ぎといえば、お母さんたちが、子供迎えに行ったり、買い物行ったりする時間。3時7分のここまで私がここで歩いた時に、ピンクの傘差してきた玉木ちゃんとすれ違ったわよ、というのが出て、その3分後には実はいなかった。私行ったけど、誰ともすれ違わなかった。ピンクの傘の子供だからわかりますよ。でも会ってない。本当ですかと。お母さんどこ行ったんですかと。あ、コンビニでこれ買ってきた。あ、じゃあすぐコンビニ調べますと。なるほど。お母さん、3時9分にコンビニついてますよね。ってことは、3時7分にあそこ歩いてた。でも本当に会わなかったんですね。となれば、その2分間にパーンと持ってかれてるわけですよね。それを割り出せば、そこに車があるのか、あるいは周辺の人家の方なのか、今一番やらなきゃいけないのはそこであって、そうすれば、コンビニには防犯カメラありますから、これは2週間ぐらいは残ってますから、あ、本当だ、お母さん、ここに来てますね、コンビニに、というのが割り出せるわけです。それからすると、私は白い車も、サングラスの男も関係なくて、極めて近いところに犯人はいると、いうふうに考えないとおかしいと思うんですね。いわゆる我々が取材するときの、前足、後足というんですけど、玉城ちゃんの前足がどこまで出てるのか、それから、今度は遺体で発見されるときの10時29分の単線の電車があります、はい。列車が。で、この時に10時半といえば、まだみんなが玉城ちゃん、玉城ちゃんと言って、100人から200人体制で子供を探してたと。なんでその玉城ちゃんの家の近所、すぐ目と鼻先で、そこでみんながまだ探してる。警察官は4人、おもんさんの家に入って、ひょっとしたら誘拐かもしれないから、最終的な対応で、例えば虐待児の装置つけなきゃいけないのかどうなのかって話をしてた。そんな時に目と鼻の先に遺体を置きに行くっていうのは、極めて犯人にとってはリスキーな話ですね。なんでそういうことをしたのかと。その後足の部分。実はあの列車っていうのは、新潟方面行きが11時21分。柏崎方面行きが11時51分まで列車あるんですね。何も10時半って言ってみんなが探してる時間に遺体を置かなくたって。目立ちますよ、ね。まだまだ終電まで時間があった。にもかかわらず、10時29分に犯人が飛び出してきたと。いうことからすると、おそらく家族と一緒に暮らしてる犯人だろうと。つまり誰かそこで家に帰ってくる。だから遺体もランドセルも置いとくわけにはいかなかった。だから全部持ってきて置いてった。傘だけ持ってくる。余裕がなかったと。で、もし車の中にバッと連れ込んだとすれば、一般的にはランドセルが落ちるとか、傘が落ちるとか、靴が落ちるとかって、現場に必ず形跡があるんですね。ってことは、何にも落ちずに、傘もランドセルも一緒に持ってったということからすると、強引に連れ込んだんじゃなくて誘い込んだんでしょう、というふうに取るべきだと思うんですね。それを白い車だ、サングラスの男って言い出してたら、捜査はとんでもない方に行ってしまう。メディアが書くのは勝手なんですけど、捜査本部はそこをしっかり詰めてったら、私は1週間か10日以内にこうしっかり上がる事件だと思うんですね。まあ、いずれにしましても、玉城さんのこう、
写真とか見るの正直言ってね、情の部分で、まあ、辛くて見ててかわいそうでしょうがなくて、どんだけ無念だったかっていうことを思うんですけども、さっき大谷さんが触れた栃木の事件、はい、これも DNA 鑑定で結構揉めていたりとかしますけど、はいはい、初動でなかなかこう警察の初動捜査がこうちょっとでも間違ったりするとなかなか迷宮入りしちゃうことが多いということですが、今回は新潟県警の皆さんももう本当におそらくかなり細かい捜査はしてるんでしょうけど、この玉城さんの胸を晴らすためにもこれはもう絶対上げなきゃいけない事件ですし、まあ非常に初動が早かったんですね。もう翌日の午前中から昼にかけては新潟県警が捜査本部作るらしいという話がずっと流れてましたんで、私は犯人検挙と一緒の捜査本部設置になってくれればいいなと思うぐらいの事件だったんですけど、まあ来週ぐらいには犯人検挙の方に接してですね、お話できたらと思うんですけどね、はい、次のニュースです。朝日新聞5月11日の記事からです。深読みジャパンです。9時13分です。文化放送、国丸ジャパン、極み、深読みジャパンです。月曜日のコメンテーターは大谷昭弘さんです。まずはこのニュースからいきます。産経新聞5月11日の記事からです。愛媛県が柳瀬氏の名刺公開。嘘は他人を巻き込むことになると中村知事。愛媛県今治市に新設された学校法人加計学園の獣医学部をめぐり、平成27年4月2日に県職員が首相官邸で柳瀬忠夫元首相秘書官と面会した際に受け取った柳瀬氏の名刺を愛媛県が公開しました。中村時弘知事は11日の記者会見で、嘘は他人を巻き込むことになると改めて柳瀬氏を批判しています。一方、週末に行われた共同通信の世論調査では、柳瀬氏の国会での説明に関しては、納得できないと答えた人は 75.5% に達しています。まあ、愛媛県側から、愛媛県側が、当時の柳瀬秘書官の名刺を持ってるってことはもう前から言われていたんですが、これは今回公開したということです。はいはい、リスナーの皆さんもご記憶にあるかもしれませんが、先週、柳瀬、元秘書官、現在経産省の審議官ですね、柳瀬さんの参考人招致というのが行われまして、はい、衆参両院で与野党の質疑というか質問がありましたけども、加計学園の方と会ったのは記憶しているけども、愛媛県あるいはその関係者と会ったことというのは記憶にないということで、名刺を持ってないと、はい、で片一方愛媛県の側はちゃんと総理秘書官の名刺あるじゃないかと、うん、日付も押してあるじゃないかと、はい、で括弧して計算と書いてるじゃないかと、そもそも総理秘書官たるものが誰かと会ってですね、で向こうに名刺を渡しておきながら相手から名刺をもらわないというと基本的にありえないですよね、うん、まして愛媛とは今治が会いに行ってるわけですから、当然のことながらですね、向こうが出してきたらこっち出さなきゃ大変失礼ですよね、はい、そういうことがまかり通ると思ってるところがですね、まあ本当にこの内閣のまあはっきり言って国民はですね、柳瀬さん含めて佐賀さん含めて今の政権は嘘つきだというようなイメージをどうしても持ってしまうと思うんですね。これから大変な外交事案を抱えてるわけですね。北朝鮮の問題があって、6月12日にいよいよトランプさんが会うと。まあ、日本の防衛安全保障の面から言えば大変な時期が差し掛かるときに、国民が 75% 嘘ついてるじゃないかというような政権に任せていいのかということからすると、もうここは完全に疲弊してるなと思うんですね。総理官邸の面会記録っていうことに関しては、こう、記録は残ってないっていうことをおっしゃってますけど、俺はそんなことは、だって、官邸に行って、要するに官邸側、ですよね、
が要するに認めた人間しか基本面会できないわけでしょ。それはあのテロ対策もありますし官邸のセキュリティもあるわけですから、これはあの橋本内閣で総理秘書官をしてた江田健二さんが質問で、はい、ありえないだろうと、うん、私も総理の秘書官してたけど、うん、あなた総理秘書官失格だと言って本当にもうあの厳しくですね批判してましたけども、あの官邸は大体今6人秘書官がいますけども、基本的にはまあ財務とか経産から来ますけど必ず警察庁が入ってるわけですね、で警察庁から来てる秘書官っていうのは将来的には察庁の次長とか長官になるわけで、そういう方たちってのはもちろんあの首相からいろいろなですね問い合わせを受けるんですけど、基本はやっぱり官邸のですね治安とかセキュリティとか安全ということをかなり気にしてるわけですね。あと今おられる北村茂情報官もですねやっぱり警察庁から来てる、そういう警察庁から来てる人たちがもし柳瀬さんが誰とも分からず会ってたとすれば、一日でですねあんたいい加減してくれと、我々これ何のために来てると思ってんだと、二度とこんなことしたら困るよと言われるはずで、ありえないですね官邸のシステムから言って、そんな嘘が通るということになったら当時の秘書官たちは屈辱的ですよ。ですよね。お前ら何やったのあの時はって話になってですね、全員遡ってですね失格だと各省庁からエリート出してんだけどそんなのかよという話になるわけで、ずいぶん迷惑な話だと思うんですね。ですよね。記録そのものがないっていうこと自体はちょっとこう首かしげちゃうし、おそらく官邸内部でもおいこれまずいぜっていうことにはなってると思うんですが、これ大谷さん、例えば現在官邸側が記録ないって言っちゃったらもう調べようがないんですか。これはいや、それ調べは出てくると思います。必ず、それこそ、いろんな文書じゃないですけど、必ず記録として残ってますから。電子データが中で残ってるはずですよね。そうです。で、出入りをやっぱり新聞記者も見てますから、そう、当時のことをずっと。14日月曜日です。 FM916AM1134 ラジコラジコプレミアムで今日もお仕事中の方、病気ご療養中の方、どうぞお付き合いください。文化放送国丸ジャパン極みです。おはようございます。野村国丸です。おはようございます。鈴木純子です。月曜日のコメンテーターは大谷昭弘さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。今日はいいお天気ですね。はい、今日は最高気温都心28度まで上がる見込みで、昨日より7度高く7月上旬並み、各地7月並みお気温です。なんか朝方ずいぶん霧がかかってましたね。はい、ちょっとびっくりした。そうですね、濃霧注意報が千葉県茨城県には出ていますけれどもね。はい、そうですか。これしばらくこのお天気は続くんですか。そうですね、今週は水曜日木曜日が暑さのピークになりそうで、都心は28度29度ぐらいですけれども、内陸部前橋熊谷では30度を超える、あらあら真夏日になりそうです。あらあらあら、ね、極端です ね、 ですね。もう大丈夫、冬物は。冬物も大丈夫だと思います。大丈夫。一旦週末お天気が崩れても23度前後の予定。あ、大丈夫だね。はい、はい、さて1987年ですから、今からもうかれこれ、20年どこじゃないのか、はい、30年前かね、に、これもう大ヒットしました。280万部のベストセラーとなった歌集があります。サラダ記念日という田原真知さんがお書きになったね、これずいぶん話題になりました。はい、でそんなのサラダ記念日、その元になったのが、はい、この味がいいねと君が言ったから7月6日はサラダ記念日という一世を風靡したんですよね。本当に TBS の番組に田原町さんが出演された際に、あれはサラダではないという驚愕の事実が30年後にこれ、サラダ記念日のサラダというのは田原町さんが言うにはですね、おっしゃるには、野球を見に行ってその時私がお弁当を作って行ったんですね。2日
普通の唐揚げじゃつまんないなと思ってカレー味にしたら、一緒に行ったボーイフレンドはすごい気に入ってくれて、よかった、受けた、喜んでくれた、じゃあ今日は記念日だなと。で、唐揚げがサラダに変わった理由については、唐揚げとかではヘビーすぎるし、メインが美味しいよりサブが美味しい方がより記念日にすることに意義があるんじゃないかと。ささやかなものが美味しい、でもそう言ってくれたことは記念日になるって方がより効果がある、よくわかんないですね。でサラダ記念日、うん、まああの単価バカですからね、まあもう別にどうしてもそれはから嘘つきっていうわけじゃないわけですどうしてくれんだっていう大騒ぎになることではない、うん、まあ唐揚げは批判かもしれないですけどね、ちょっとねカレー味の唐揚げは彼は喜んだんですね。あの以前ね、田原松さん、真泉まとかさんの番組にいらした時にちらっとそのようなことはおっしゃってたんですよ。あ、でもその創作の世界ですから別にいいんだけどもっていう、今になってまたこうね、ずっと思ってたんじゃないですか。でしょうね、あれは唐揚げなのに、ね、今それ聞いて何だと思った人もいるかもしれませんけどね。ですよね。でもまあ、まあ、あの我々の生活を左右するような大きな出来事であることはないわけで、でやっぱりサラダの方が似合う方と思いますよね、田原町さんの、イメージからすると。で2014年にこんなテーマでリスナーの皆様からメッセージをいただいております。ほにゃららだと思っていたものが実はほにゃららではなかったっていうのをやってるんですね。やってるんだ。そうですか。ほにゃららだと思ってたものは実はほにゃららじゃなかったという、2010年7月、はい、にやってるんですね。なんでそれやったのか全く覚えてないんですけども、ちょうどその頃ってあのほら純子さんたちの気象予報士が、はい、梅雨だと思ってたから実は梅雨明けじゃなかったとか、はい、ね、よくありますね、その7月頃って。ありますね。実はあの時まだ梅雨入りしてなかったとかその辺かな。9月頃になってから、そう9月に申請されるんですよね。実はあれだったってあるじゃないですか、うん、はいはいはい、あれ7月って3つそうかなと思った。ああ、なるほど。だサラダだと思ってたら実は唐揚げだった、まあ、なんとなく、まあ、それはそれでいい話いい話かどうか分かりませんけど、そういうことって世の中結構あって、まあ、あの真面目な話しちゃうと偽装工作とかっていうと、ね、書き換えとか改ざんとか、改ざんとか、こうだと思ってたものは実はこうじゃなかった、それが今一国の政府がやってるっていう ね、 そうね、サラダと唐揚げぐらいならいいですけど ね、 ね、これ以上出てこなければいいなとは思いますけども、私のあの老婆がですね、子供の頃わからないことにものに対してはアメリカという言葉をつけるのが、あのひもかばうどんとかきしめんとか平打ちのうどんがありますよね。ありますね。あれ昔お惣菜屋さんに行くと一玉いくらで売ってたのを、あの買ってこいと近く の、 あの食品店で、はい、国を買ってきてくれって言って、で見たま買ってきた時にあのアメリカうどんっていうお袋が入ってたんですよ。アメリカうどん3玉買ってきなって言って、当時10円でお釣り来るぐらいあったのかな、でその食料品店のあんちゃんって呼ばれてる店員さんも、あいよアメリカうどんねって言って出してくれてたんですけど、ずっと俺私小学校入ってしばらく経つまでアメリカうどんだと思ってたんですよ。だからまあね、昭和4年の生まれの人ですから、分からないものはみんなアメリカのせいにしちゃう。なるほど。アメリカうどん、アメリカうどんって言ってて、初めて、名古屋に行った時にきしめんっていうのが駅のホームに、新幹線今でもありますね。ありますよね、はいはい、あれあアメリカうどんだって言ったら、その塔の袋があれはきしめんだって言ってて、とんでもないショックを受けたことアメリカうどんは実はきしめんだった愛だと思っていたものは実は愛ではなかった。しょっちゅうありますよね、そういうの。しょっちゅうある。いやいや、純ちゃん結構愛じゃないですか。え、ね、え、あるでしょ、そういうの。愛だと思ってたものが実は愛じゃなかった。ちょっと優しくされたら、愛かなって思ってしまう。愛だ、そういうことか。うん、純ちゃんが言ってんのは。そう、あ、ただ向こうちょっとした親切心を純ちゃんは愛だと思う。ただの親切な人だったとか、はいはいはい、あのレディーファーストな人だったとか、はいはい、それを私だけにって。純ちゃんはそれ陥りがちだよね。まあ私が主人公なので人生の ね、 そうだよね、常に主人公だから、はい、そうなんです常に主人公ですね。でもそっちの方が幸せらしいです。幸せです、幸せですよ、ね、自分中心、ね、ちょっといいことね、ちょっとこう目があったりすると俺に惚れてんなと思った方が人生は楽しい。なるほど、ええ、
まあ実際そうじゃない場合の方が 99.99% あるわけで、ね、でも物は飛びようですからね。そうです、そうです、私もよく錯覚したもんです、ねね、思春期にはね、はい、大人になってからでもあるから大人になってからでもあるから、あの子は俺に惚れてんなって、ね、こっちはもう 孫までいるんだよなと思って、ね、考えたこと楽しいですね、はいはい、ほにゃららだと思っていたものが実はほにゃららではなかった。今日はパート2ということで、はい、ファックスメールお寄せください。ファックスは03-5403-1151 5403-1151、メールは japan@joqr.net japan@joqr.net です。今日もメッセージをご紹介した方にはくにまるジャパン極みの番組特製ステッカーをお送りします。メッセージをいただいた方の中からお一人の方には塩釜おでん缶を2個セットでプレゼントします。今朝の鉄道の情報です。首都圏の主な JR 私鉄各線はおおむね平常運転しています。それでは国丸ジャパン極み今日のメニューです。この後すぐは深読みジャパン。今日は愛媛県柳瀬市の名刺公開、新潟小児女児の事件などについて大谷昭弘さんにお話しいただきます。10時5分頃からの極みシアターにはおそらく民放ラジオ初登場、元 NHK アナウンサーの戸坂淳一さんをお迎えします。 NHK 時代はマロと呼ばれていたという戸坂さん、いろいろお話伺っていきたいと思います、まあ、文化のマロとしても楽しみですよね。あ今すごい発見取られてしまいました。じゃあマロ対決ということで、はい、でもあれですよね、まあ、ちょっと本来は出る番組が決まっていたんですけど、 NHK 時代のスキャンダルなどがあって、はい、まあ、その番組にご出演できなかったわけなんですけども、NHK から民放への転身っていうのは、まあ、たくさんそういう方いらっしゃる中で、主に固いニュースをずっと読まれていた戸坂アナウンサーって、7時のニュースとか NHK のニュースってすごいですよね。あの方は本当 This is NHK って感じのアナウンサーでしたからね。あの人は絶対フリーにならないだろうと思ってたら、ね、フリーになったんで、えっと思ったんです。びっくりしましたね、その辺何があったんでしょうか、はい、いろんな話を聞いてみたいと思います。民放ならではのねフリートークをたっぷりと、今でも NHK ってあれですか、時報の前とか なんか NHK ってやってんですか、ね、なんでしょう、ラジオでやってる、ラジオは必ず NHK 大阪大地放送とか東京大地放送とかやってんだ、JOAK、はあ、それから時報ですよね。NHK って言ってみてな。言ってみてほしいですね。私、車の中でラジオ聞いてること多いんで、そうですか、そうすると、10人のニュースとかよくおっしゃってます。そうですか、ちょっと本物にやってもらいたい。そうです。本物だって、元 NHK になるんだけどね。はい。戸坂淳一さん登場されます。FM916、AM1134 でお送りしています。文化放送、国丸ジャパン極み、午後1時までの生放送です。お知らせの後は、最初のコーナー、